ほいほい、録画を再開しました。やりましょう。何か水音が聞こえてこない？おい、大変だ、雨が降ってきたぞ。雨が？どうして今？わかんねえ、他の場所からも急に水漏れしてるみたいだ。とりあえず見ればわかる、こっちに来い。なんだ？お兄ちゃん、外で雨が降ってるんだって。僕らも確認しに行こう。4番目どこ行ったん？うわぁ、なんだこりゃ。急に水音が聞こえたから見てみたら、こんなことになってたんだ。雨は何度か見てるが、こんな水没初めてだぜ。お兄様たちでも初めてなんですか？これは異常事態に違いありませんね。思っていたより深刻なことになっているのね。破水か？違うか。誤算だったわ。何が起きたの？おー、ストップ。お前らは雨に触れんじゃねえぞ。この雨は体を溶かす有害な雨だ。え、溶ける？え、じゃあこれはなんだ一体？受精卵が現れると降るんだ。私たちは大丈夫だけど、あなたたちは中にいなさい。部屋の中からも漏れてるぞ。あ、この雨触ると痛いな。お兄ちゃんたちが言うにはね、この雨は僕らを溶かしちゃうみたい。ああ、なんだってこんな急に。部屋の中もダメとなると時間の問題ね。私たちが周りの様子を見てくるわ。でも、さっきも言ったけど、私たちは体がないから、結構自由が利くのよ。あとはアホと3番目。おう。はい。二人がちゃんとママに会うために、協力してちょうだい。あー、お姉ちゃん。とりあえず他の場所がどうなってるのか、それぞれのタイミングで調べてきて。了解だぜ、任せとけ。了解です。僕たちにも何かできることないかな。あなたたちができることは身を守ることね。つまり部屋から出ないように。うん。ちょっとキモい返事しないでくれる？はい。お、え、なに、どういうこと？誰を監視する？は？なにこれ、なにこれ、どういうこと？は？え、これ大事かな？待って、セーブは無理だ。エンディング見た順番にしよっか。じゃ、最初は3番目のお姉兄ちゃんにしようか。3番目、1番目、2番目で行こうか。じゃ、3番目のお姉兄ちゃんから。怖い。会っててくれないかな。無理か。あ、自分が動かすってことか。なるほど。うわ！びっくりした。殺すのを前提でできた3番目。お金が欲しい。もっともっともっと。うわ。ちょっとセーブしたいんですけどね。あ、いけないんだ。こっち、こっち。こっち戻れないですか？こっちいけるね。ここでセーブできるかな？あ、いけないの？埋まってんのか、もうここは。じゃ、ダメだわ。うわぁ、そっち行くしかないのか。なるほど。いえー。殺すことを前提でできた3番目ってどういうこと？慰謝料とかってこと？おう。今度はお金のために自ら払んだ。お金はそれなりにある。あとは病院に行くだけ。え？お金のために払んだってどういうこと？おう。手術が終わった。泣くことのないそれは。にされた。お金のことしか頭になかった。うわ、セーブできるよ。うわー、マジか。なんか変わるのかな。いや、これ誰を監視するで分かれるんだったら、記憶にはもう消していいか。
いや、記憶にからやり直した方がまだいいか。記憶には残すべきだ。ってことは、じゃあ記憶3にセーブをしていいんだよね。記憶にさえ残しておけばすぐいけるもんね。記憶3、オッケー。こっち？うわ、何これ、気持ち悪い。は？うん、今のはいただけませんね。今の何？これは何？一体。あ、これは紛れもない傘ですね。持っていきましょうか。あー、ありがてえ。何だったの今の。うお、あれ？4番目だ。君は後悔してないの？あなたは4番目の方ですね。後悔とは一体何の話でしょうか。3番目とくっついたことに対してだよ。望んでくっついたわけじゃないんでしょ。確かに私たちは望んでこの姿になったわけではありません。しかし私たちは拒絶しないのも事実です。嫌ではないのです。一緒にいることが普通かのように、最初からこうであったかのように。ですから後悔どころか、やっと正解にたどり着けたような、そんな気分ですよ。気持ち悪いね。僕はそんなの一度も思ったことないよ。確かあなたは監視の。うるさい、喋るな、気持ち悪い。4番目さん。もういい、じゃあね。ずいぶん情緒が安定しない方ですね。4番目はどういう気持ちでいるんだろう。うわ、確か監視がいるんでしたね。早めに皆さんの元へ行かないと。お、追いかけられる？あれ？割とでもゆっくり近づいてくるね。なぜあの監視は私たちを見て。なんだか嫌な予感がします。逃げるか？はい。あれ？勝手に逃げてくれた。彼とは知り合いを通じて出会った。お、囲まれた。お、囲まれた。彼は私にはないいろんなものを持っていた。だから好きになることに時間はかからなかった。3番目の子は殺すことを前提に作った子だった。そういうのが好きな客だった。経験があると言ったらすぐはらまされた。大量にお金を渡されて勧められた病院へ行った。手術は思っていたよりも早く終わった。金を積めばこんなに簡単なんだ。見ることのなかった3番目の子を思いながら帰った。雨はいつもより冷たく感じた。バイバイ。二度と私のところに来ないでね。分かっていたことでも少し辛いですね。少しでも私たちは役に立てたのでしょうか。は、どうか彼らがママに会えますように。はあ、傘だけ残ってる。おーい。出口にあったのはこの傘だけよ。どこに行ったのかしら、あの子。きっとどこかで待ってるんだよ。だってお姉兄ちゃんは頭がいいもん。どこかで先回りしてるんだ。ええ、そうね、あの子だもの。そのうちひょっこり出てきて私たちを驚かせに来るんだわ。
本当、あの子は利口なんだから。そう、きっと心配なんて安心しろよ。すでに体はないんだ。これ以上になくなりようがねえだろ。ええ、魂がなくなるなんてありえないことだもの。大丈夫よ。それより二人を優先しなくちゃよ。しなくちゃよになってるよ。しなくちゃよ。二人も用意できたら言ってちょうだいね。お兄ちゃん？お兄ちゃん全然喋んないけど大丈夫？ねえお兄ちゃん。あれ、お兄ちゃん？ああ、なんだ、トイレか。そんな話してないけど。どうしたの？眠いの？ああ、うん。そうだな。眠いんだ。悪い、ぼーっとしてた。足をつけてから結構歩いたからな。疲れてんだ。そっか、じゃあ外に行くまで休んでてね。ああ。大丈夫？お兄ちゃん。ええー、お兄ちゃん。大丈夫かな？唇はもう口を開かなくなってしまった。あら、用意はできたのかしら？お兄ちゃんどこ行ったん？一番目のお兄ちゃんがいないけど。まあでも、準備はいいか。ちょっと待って、まだにして。そう、なるべく早くしなさい。こっち行ってみる？あ、いたわ、お兄ちゃん。なんだ？どうした？まだ眠いか？ちょっと眠いかも。でもそんな場合じゃないね。あは、面白。目がうつろだぜ。ああ、腕がないから目かけないよ。腕はな、目玉野郎の腕使えばよかったか？それはちょっと、顔の皮膚ごと持ってかれそう。確かに。うん。セーブできるのか。記憶3に、じゃあセーブしようか。あら、用意はできたのかしら。ちょっと待って。じゃあこのエンディング、これ、今見ようとしてるエンディングを見たら、今回はこれで終わりましょうかね。あら、用意はできたのかしら。うん。わかったわ。道案内するからついてきて。おお！マジで？マジで？待って、マップごと揺れてるけど、大丈夫？何か揺れてる？あ！あ！また揺れたよ！監視が頻繁に出てきたから、空間が壊れかけているのよ。こうなったら時間が惜しいわ。みんな、行くわよ。お兄ちゃん大丈夫？お兄ちゃん行くよ。お兄ちゃん。揺れて歩きづらいわね。あなたたちは転ばないように気をつけなさい。うん、気をつける。よし、傘は俺に任せとけよ。うん、お兄ちゃんよろしくね。待って、傘さ。ああ、びっくりした。ちゃんと被ってるね、自分も。よかった。私についてきて。傘、お兄ちゃんさ、私にかかるよ、だから私にだけかぶるように刺してたように見えたのは私だけかな。お金は貯まった。だけど私の中は何もかも空っぽだった。あ。あ。嘘。ちょっと逃げる、そうか逃げるよね。そうだよね。ごめんなさい。行きましょう。すいませんでした。ちょっと読むことに必死になっちゃった。やっぱさ、お兄ちゃんさ、この6番目に傘がちゃんと被さるようにさ、刺してるよね。あー。これ大丈夫か、お兄ちゃん。私についてきて。よし、もう一回逃げるよ。くそ、惑わされたわ、これに。お金は貯まった。だけど私の中は何もかも空っぽだった。こっち。よし、いた。5人目をはらんだ時にはもうどうでもよかった。はい、急げ。もう死にたい。それしか考えることができなかった。お兄ちゃん、
何してるの？早く行かなきゃ。やっぱりさ、お兄ちゃん、自分には思いっきり溶けるやつかかってるよ、雨。お前らはこのまま先に行け。ああ、一番目のお兄ちゃんか。早くしねえとあいつはぐれるぞ。じゃあお兄ちゃんも一緒に行こうよ。じゃないとお姉兄ちゃんみたいに。俺は大丈夫だ。監視の足止めをする。その間に逃げるんだ。だけど、でも、どっちにしろ俺は一緒に行けないんだ。いいから、早くママのとこに行け。お兄ちゃん。やだ、やだよ。おい、いつまで泊まってるんだ。ママに会いに行くんだろ。早く行くぞ。はい。お、お兄ちゃん、あ、お兄ちゃん。一番目のお兄ちゃん。だけどあの人は、そんな私を支えてくれた。お姉ちゃん、お兄ちゃんが。ええ、わかってるわ。あのアホが無駄死にならないように。あなたたちは先に進みなさい。ほら、急いで。うん。お姉ちゃん。あの人は全てをくれた。彼とは違った。ねえ、あんたらはさ、ママに会ったらどうしたいの？君は誰なの？もしかして4番目の？ねえ、その体僕にちょうだい。1番目のエンディングって、4番目が、あ、ちょっと待って、自分で何言ってるか分かんなくなった。1番目のエンディングって、あれだ、4番目が5番目のお兄ちゃんに体乗っ取られちゃったエンディングってことか？もしかして、そういうことか？嫌な予感がするな。あ、お姉ちゃん。待って、この子たちには手を出さないで。お姉ちゃん。ねえ、4番目。全部、私が悪いの。責任なら、私が持つわ。だから、この子たちには手を出さないで。随分勝手だね。どう責任取るの？監視と融合したのをいいことに、散々利用したじゃないか。協力したら僕にそいつらの体をくれるって。姉として約束は守るって言ったくせに。言う通りにしたら今度はやめてだって。もう信じられないね。あんたは約束を破ったんだ。嘘つき。何がお姉ちゃんだよ。何がお兄ちゃんだよ。あんたらもママも、僕にしたように、バラバラにちぎって殺してやる。は、あの人は、腹の子も一緒に愛してくれると言ってくれた。だから、この5番目の子は、ちゃんと産んであげるの。なんで君まで、僕を裏切るのさ。僕は、もう何を信じたらいいの？目玉くん。4番目。あなたにしたこと、すべて許してなんて言わないわ。私があなたをここまで追い詰めてしまったのなら、私はすべての責任を負うわ。だから。今度は一緒に、優しいママに会いに行こうね。お姉ちゃん！お姉ちゃん！そんな。
空で見えない。4番目は奇形で生まれました。私は彼を殺すための監視でした。目玉さんは4番目のお兄ちゃんのこと好きだったからくっついたの。そうですね。でも彼が私に優しかったのはこういう理由だったのかもしれませんね。目玉さん、この先を進めば出口があります。ここは私がどうにかします。早く先へ。はあ、みんなが犠牲になってくれる。しんどい。お医者さんが言うには私の体はもうボロボロらしい。今の一人が最後になると言われてしまった。お兄ちゃん、どうしたの？もうすぐ出口だよ。悪い、もうダメみたいだ。ねえ、もうだって傘ずっと6番目の方に向けて刺してたもん。何を言ってるの？ほら、僕の肩に捕まって。お兄ちゃん、あの足少し腐りかけてたみたいだ。結構動いたせいで溶けちまった。大丈夫だよ、僕なんてまだ腕がないんだから。ほら、僕に捕まって一緒に。俺さ、お前に嘘ついてたんだ。嘘？なんだ？嘘？俺、心臓がないんだ。え？元からなかったんだ。今はこうして動けても、ママの元へ行ったらすぐ死んじまう。俺がここまで一緒に来たのは、お前を守るためだ。あ、心臓はないの？もう守るために死ぬこと分かっててきたの？ちょっとごめん、鼻かませて。はい、すいません。続きやります。だから今ここで俺の腕を持っていけ。なんで一緒に行こうって。一緒に、僕たち双子なんだよ。だから絶対一緒に行くんだって。そんなのいらないよ。腕なんてなくてもお兄ちゃんがいれば。無理なんだよ。どんなにお前と一緒に行っても死ぬだけなんだ。死んだら何も残らないんだぞ。お兄ちゃん。なあ、頼む、俺の代わりとして俺の腕を持って行って、その腕でママを幸せにしてくれ。なんで顔しやがる。俺と似てるかっこいい顔が台無しだぞ。さあ弟よ、受け取ってくれ。またな。もう、もう、つらい。もう戻れないってことか。
姉ちゃん。生きるよ。双子と診断されたこの子たちは、どちらも衰弱していた。生まれ出ても、ちょっとごめん。鼻かむ。すみません。生まれ出ても長くは生きられない。片方は必ず死ぬなんて。それでも、今は一人じゃないから幸せにしてあげられる。今までごめんなさい。終わった。一番目と二番目と三番目と四番目と五番目、そして目玉くんと種さんのおかげでエンディングに行ってらっしゃい。あー、泣いちゃったー。感動するって聞いてたけど、なんかこれは感動、まあある種の感動だね。ある種の感動だけれども、いやー、ちょっと、あー、切ない、苦しい。これは幸せになれるのかな、6番目の子は。さあ、ちょっとエンディングを3つ見たんですけど、本当にこれで全部なのかどうかをちょっとだけ調べてみたいと思います。ちょっと全部のエンディング見たい人なので見てみましょう。あそこのね、誰を監視するっていう選択肢もあるしね、ちょっと全部それも見てみたいよね。はい、なんかトゥルーエンドがあるらしいですね。ちょっと一旦これ今回終わりにして、次回エンディングのそのトゥルーエンド、他の後お兄ちゃんお姉ちゃんを選んだ時、監視する人を選んだ時のやつを見ていきたいなと思います。これどこで区切ってるかわかんないんで、もしかしたらまだ続いてるかもしれないですが、一旦終わります。ではまた次回、オツピヨです。